西成へおいでやすの水作業と秋田公園から、お送りさ、お来たぞ、なんか来たぞ、なんや、猫、鳩違った、四角公園からお送りさせていただきますけども、これからまたこの辺で巡って、美味しい鍋とか食えたいなと思ってるんやけど、ちょっとね、どこ行くかまだ決まってへんけども、これからいっぱい飲んでいきたいと思います。それじゃあ、行ってください。ゴーゴーゴー、トリプルゴー、レッツゴー、行ってきます。四角公園です。はい、そしたらね、今日は久しぶりに立ち飲みのグルメさん、こちらで、お鍋食らってきますよ。おっと、立ち飲みグルメさんですよ。ここで食らってきます。行ってきます。これがガオス西成っすよ。うまい、美味しい料理がたくさんあります。これは鍋です。鍋メニュー。アサヒビール、瓶ビール、550円。バッシーを550円ですよ、大瓶で。大瓶550円。よし。おっと、シャグ。ということでね、今日はね、久しぶりに、ね、西成のグルメさん、お伺いさせていただきました。ここはね、鍋がうまいんですよ、鍋が。今日はこれね、キムチ鍋。キムチ鍋で、飲んでいきます。鍋の出来上がりを待ってる間にですね、今日はね、こちらで初のおでんいただきます。豆腐とこんにゃく注文させていただきました。うまそうやわ、これ。もう鍋の前におでんっていうのもちょっと変わってるかもしれませんけども、今日はおでんな気分なんで、まずはじめにいただきます。うまいわ。フレッシュな、フレッシュな居酒屋グルメさんのおでんうまいですね。ここはほんまにね、何を食べても美味しい。最高ですよ。こんにゃくね、こんなぶっとい、すごいぶっといこんにゃくですよ。はい、ちょっと鍋が出来上がるまでに、俺の大好物の唐揚げ注文してみました。グルメさんの唐揚げ初です。はい、どんな味なんやろ。むっちゃええ匂いしてます。ここは焼き鳥がね、美味しいんで間違いないと思います。よし、揚げたてカリカリ、うまい。この湯気これしっかりね、いい感じに漬け込んである唐揚げですわ。うまい。固形燃料来ましたよ。固形燃料。はい、続いておかわりです。こちらイーチコの水割りを注文させていただきました。350円です。焼酎と鍋で楽しみます。来ましたよ。本日はね、キムチ鍋初ですよ。うまそう、これめっちゃうまそうじゃん。680円、キムチ鍋。ほんでこういう風に旅館風の一人鍋で出てきますから、最高ですよ。寒い冬場に最高ですよ、マジで。これ
何の味なの、どんな味なのこれ。塩かな、塩。ちょっとつけていこう。そうしたら煮えてきたんでいくよ。豚肉がねこれ結構山盛り入ってるわ。これ山盛りっすよ豚肉。よし、これは温まるよ。これ豆腐、キムチ鍋ですよ。盛りだくさん、具だくさん、肉が山盛り入ってる。さあまずスープ、うまい。めっちゃうまいわ。和風だしです。和風だしにキムチが入って、もうあっさりスープで先に合いますよ。うまい。豚もうまいわ。キムチ鍋に豚めちゃくちゃ合うわ。うまい。最高やね、ほんま。西成で鍋が食える。で、いちこ水割り、また濃いめのいちこでね、これがまた合いますわ。と、と、野菜がね、てんこ盛りに入ってます。これいいっすよ、これほんま体温まるしね。こうして、ね、これ一味、一味がいるやろ。よっしゃ、よし、いただきます。もうね、グルメさん定期的に行きたくなる。安くて美味しい、はい。特にね、夏場はね、焼き鳥うまいんですけど、冬場はこの鍋がうまいんですよ。湯豆腐もあれば、寄せ鍋もあるし、牡蠣鍋もあるし、雑炊とかもあるし、ぜひね、寒い冬場に皆さん温まりに来てください。もっこり300円、もっこり合うわ。やっぱあの小口にはもっこりですよ。じゃあまっこりね、まっこりむっちゃ合う。これが、韓国の味ですよ。そうじゃ食らっていきます。よっしゃ。はい、ということでごちそうさまでした。本日は立ち飲みグルメさんで、鍋をいただいてきました。キムチ鍋むちゃくちゃうまかったね。和風だしにね、キムチのあの何ですか、キムチのニンニク臭っていうんですか、ニンニクの香りっていうんですか、あれが混じり合ってね、ほんで野菜がたっぷりね入ってて、むちゃくちゃ美味しい。びっくりしました。ここはね、まあ、いろんな鍋の種類があって、全て美味しいんで、皆さんよかったら来てください。ほんで料金も安くて、唐揚げもうまかった。唐揚げうまかったね。唐揚げ小ぶりやけど、むちゃくちゃ味が染みてうまかった。はい、ということで、西成のグルメさん、僕のおすすめのお店なので、ぜひお越しいただきたいと思います。よっ、ありがとうございます。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、グルメから愛してます。ありがとうございました。本日も最後までご視聴いただき、ほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼もします。